次ご発言願います。豊田俊郎君。どうも皆さん、おはようございます。自由民主党の豊田俊郎でございます。今回のですね、両法案の内容は、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化という両面から総合的な対策を講じようとするもので、民事基本法制を多角的に見直すものであり、これまで政府によって順次進められてきた所有者不明土地対策のための各法案の中で、一つの到達点でもあるというふうに考えております。極めてですね、画期的な内容となっているというふうに思います。ところで、私も国会議員になって8年を経過しようとしておりますけれども、当選して3年目でございましたけれども、この所有者不明土地問題がですね、にわかにこの脚光を浴びてきたというか、問題視されてきた時期でございました。5年前でございます。平成の28年なんですけど、実はこの時ですね、前法務大臣でございました森英介衆議院議員にですね、ぜひこの問題をその国会で審議していく上でですね、議員懇談会を立ち上げたらどうかという話になりました。そこで森英介先生からですね、実は今は亡きですね、安岡沖春鹿児島一区から選出をされておりまして、法務大臣もですね、第69代第80代と2期務めた安岡先生にご相談を申し上げたら、まさにこの件に関する権威であられるということでございまして、相談を申し上げですね、自由民主党内にいわゆるこの所有者不明土地問題に関する議員懇談会を立ち上げました。実は今は野田武史先生がこの会長についておられるわけでございますけれども、この初代の会長、安岡沖春さんが、この議員連盟の役員を決めるということになりまして、実は私が事務局長を命ぜられたわけでございますけれども、この時にですね、副会長、そして兼任でですね、現法務大臣でございます上川陽子衆議院議員がですね、この会の幹事長に選任をされました。実はこの時の役員の数はですね、全部で約20名ほどおりましたけれども、女性は1人でございました。5年前でございますけれども、肝煎りでですね、上川衆議院議員がこのですね、要職に就いたということ、まさに安岡先生、今回のこの状況をですね、予見していたんではないかというような思いで、今日は質問者の席に立たせていただいておるわけでございます。ご案内のとおり、安岡先生は前回の衆議院選挙で勇退をなされまして、その後他界をされました。この所有者不明土地問題に関する造形は大変深くですね、思い入れがあったというふうに思いますけれども、もう立っての女性、ただ一人のこの役員でございました、当時の上川陽子現法務大臣、3期目の就任ということでございますけれども、何か所感があればですね、お聞かせをいただければと。これ通告しておりませんので、どうぞご自由にご発言いただければというふうに思います。上川法務大臣。今豊田委員から、この所有者不明問題に関します、全く、フラットな状態から物事を組み立てていく、その初期のプロセスの一番初めの所有者不明土地問題に関する議員懇談会のことに触れていただき、また安岡沖春当時の会長として、そして
この問題についていろんな角度での課題を一つずつ議論をしながら提言をしていくためには中で議論してずっと同時に政府に対しての要請ということも含めて骨太の方針に入れるべく全力で事務局長豊田先生とともに汗をかいた時期のことを思い出しますと、まさにこの3期の3回目の法務大臣にということについてはこれはもう予期せぬことでございましたので、ちょっと運命的なものを今ご指摘いただいて感じたところでございます。安子先生のこの全国におきましての所有者不明土地の問題はもう本当にいろんな角度で問題が発生していたということについて、これはなんとかこの難しい問題を法律の枠組みを新しくしながら解決していかなければ日本全体の発展はないと強い思いで取り組んでいらっしゃったことを、そしてその思いをいろんな先生方の思いをしっかりとこの法律に託して、そしてこれをこの法務委員会の中で参議院の先生に議論をいただいてしっかりと通していくということが何よりも大事であるということを改めて強く決意をしているところでございます。よろしく今日のご審につきましてもお願い申し上げたいというふうに思います。豊田敏郎君。大臣どうもありがとうございます。突然の質問で大変失礼をいたしました。それではですね、大事なことはまずはですね、この所有者不明の土地を発生させないという、発生予防策について、お聞きをしていきたいというふうに思います。当然、何らかの発生原因があるわけでございますけれども、発生原因を分析してですね、的確な対策を講ずることが必要であるが、地籍調査における所有者のですね、所在調査の実績を見ますとですね、相続登記がされていないために、所有者不明土地になった割合、私も実は驚いたんですけど、全体の3分の2を占めるということでございます。この相続未登記問題への対応がですね、まずは何よりも重要だというふうに考えます。今般の不動産登記法の改正ではですね、最も重要かつ直接的な対策として、相続登記の申請を義務化することが提案されておりますが、まず相続登記のですね、申請義務のですね、この内容について、法務省からご説明を願いたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。今回の不動産登記法の見直しによりまして、どのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点について申し上げますと、まず所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は相続によって法定相続分の割合によって所有権を取得し共有状態になることになりますため、相続登記の申請義務を負うことになります。この方法といたしましては、現行法の下でも可能であります法定相続分での相続登記を申請することで義務を履行することが可能でございますが、今般の改正において新たに設けた相続人申告登記の申し出をすることによっても義務を履行することが可能でございます。次に遺産分割がされたケースについては、遺産分割が相続開始に伴う登記申請義務の履行期間であります3年以内に現にされた場合には、遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることになります。他方で遺産分割が3年以内にされないケースにつきましては、先ほどの相続人申告登記をすることで義務の履行をしていただくことになり、その後遺産分割が現に整ったケースにつきましては、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることとなります。また、遺言が作成されていた場合には、遺言により不動産を取得すると定められたものは、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、その旨の所有権の移転の登記の申請をする義務を負うことになります。
そしてこれらの登記申請義務については相続人申告登記の申し出をすることによっても履行することが可能でございます。豊田敏郎君。この相続登記のですね、もう義務化においてはなかなかこれ国民の理解を得るのも大変だなと、いわゆる申告登記という、新しい登記制度ができるわけでございますし、またその分割協議整う整わないにことによってですね、いわゆるその申告と相続する期間がこう区切られるということもございますので、このことにおいてはですね、周知期間を十分置いた中で国民の理解を得る必要があるというふうに思います。またこのですね、相続登記の申請を義務付けることは私ももう理解をしているところでございますけれども、この義務をですね、履行するために、法定相続分でのですね、相続登記の申請をしようとした場合ですけれども、その申請のためには、被相続人のですね、出生から死亡までのいわゆる戸籍とか、それから除籍謄本、またはですね、相続人であることが分かる戸籍の当初本が必要となるなどのですね、手続き的な負担も大変大きいとこう言われております。相続登記の申請を義務化するにあたってですね、どのような形で登記手続きの、これは負担軽減が図られているかという、この点についてですね、ご説明を願いたいというふうに思います。小出民事局長。今般の不動産登記の見直しでは、これまで任意とされておりました相続登記の申請を義務付けることとしておりますが、その申請義務の実効性を確保すべく、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記を創設することとしております。具体的にはこの相続人申告登記の申し出につきましては、特定の相続人が単独で行うことが可能である上、委員ご指摘がございましたが、申し出にあたっての添付書面につきましても、相続登記の申請の場合とは異なり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本の提出が不要となるなど、簡略化が図られることを想定しており、申請義務の履行に際しての相続人の手続き的な負担が大幅に軽減されることとなります。このほか、相続登記の漏れを防止する観点から、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認する制度として、所有不動産記録証明制度を創設することとしております。さらに、申請人の費用面での負担軽減を図るための方策を講ずることが必要であるということも認識しておりまして、登録免許税につきましては、引き続き令和4年度税制改正に向けて取り組みを進めていくこととしております。これらによって、相続登記の申請義務を負う相続人の登記手続きに関する各種の負担は大きく軽減されるものと認識しているところでございます。豊田敏郎君。そうですか。登録免許税のですね、軽減措置も検討するという理解で、いいですかね。よろしいございますか。小出民事局長。令和4年度税制改正に向けて、登録免許税の減免に向けて取り組みを進めてまいります。豊田敏郎君。不動産登記にはいろんな種類があるというふうに思います。特にこの義務化ということなんですけれども、実は登記法の中には、義務化された登記がいくつかあることは承知をしております。これのいわゆる義務の履行ということになりますとですね、なかなか不動産登記法の趣旨に即してですね、すべてが実行されているわけではないというようなお話も伺っているところでございます。
義務化にあたってのですね、この国民への周知、これも大変な作業になるというふうに思いますんで、まあ法務省を挙げてのですね、取り組みが切望されるというふうに思いますんで、まあ、よろしくお願いをしたいというふうに思います。このですね、相続登記の申請義務化と、実は相反して、まあ、所有権のですね、分散化というその状況が生まれてくるんではないかというふうに思って、まあ、危惧しているところでございますけれども、相続登記の申請の義務化に伴って、新しく設けられる相続人申告登記によって申請についてですね、負担軽減が図られることは今の説明で一部分かりましたけれども、この相続人申告登記はですね、相続人の氏名、住所を明らかにするものであり、所有者不明土地の発生を予防することになるのは間違いがありませんがですね、他方で所有者不明土地にまつわる問題として、多数の相続人が生じて、土地所有権のですね、ミクロ化というべき状態を招きですね、土地の売却等を図ることが、まあ、事実上困難になるという私は課題が出てくる問題もあるというふうに認識をしております。まあ、このようなですね、所有権のミクロ化問題を解決するためにはですね、やはり遺産分割協議を行ってもらいですね、かつ財産をできるだけですね、共有にしない形での分割を進めてもらうことが必要になってくると考えます。法務省としてはどのようにお考えか、ご意見を伺いたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。委員ご指摘のような所有権のミクロ化、すなわち遺産分割がされないまま相続が繰り返され、多数の相続人による遺産共有関係が生ずると、将来における登記手続きが複雑なものとなりかねず、財産処分を行うにも困難を伴うことになるものと認識しております。このような所有権のミクロ化を防止するためには、委員ご指摘のとおり、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上でその内容を踏まえた登記がされる必要があるものと認識しております。豊田敏郎君。これは、まあ、いわゆる法定相続分によってですね、数字相続が開始しますとですね、まあ、まさにですね、まあ、無限大と言ってもいいくらいの数になるというようなケースもですね、多々見受けられるわけでございますけれども、このことをですね、どう防いでいくかも課題だというふうに思います。法務省としても遺産分割を進めるといった対応が必要になってくるとの認識であるということだと思いますが、遺産分割をすることをですね、法律で強制することはもう困難であります。まあ、こういった問題について地道に国民に対してその必要性を周知していく必要があると考えます。今回のですね、改正の趣旨に加えて、遺産分割等を行うことが、所有権のミクロ化の予防にもつながっていくことについてですね、これ、関係機関やですね、関係団体、まあ、特に司法書士などの専門職とですね、社とですね、十分その連携を図ることが必要だというふうに思います。やはり相続、もちろん本人申請という形で、まあ、本人でも処理できるわけでございますけれども、まあ、往々にしてですね、相続が発生しますと、まあ、司法書士の方やですね、まあ、税理士の方にですね、依頼をする、まあ、ここで、まあ、どういうふうなその情報、その指導なりですね、まあ、相談に応じるかによって、私は随分ですね、この状況は変わってくるというふうに思います。まあ、そういう意味でですね、法務大臣にここはお尋ねしたいんですけども、このことにおいてですね、ご見解があればですね、伺いたいというふうに思います。上川法務大臣。
ただいま委員の方から遺産分割がされないまま、相続が繰り返されることによりまして、多数の相続人による共有関係が生ずると、先生のお言葉で所有権のミクロ化という問題でございますが、これは相続人申告登記のみではですね、なかなか防止することができないものというふうに認識をしているところでございます。民事局長からも答弁したとおりでございまして、その遺産分割ができるだけされるようなことが必要であるということでございます。今般の改正におきましては、この遺産分割を促進するために、遺産分割に関し、期間制限を設けたり、また遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。法務省といたしましては、この遺産分割が行われ、その結果が登記に適切に反映されるようになること、これが今般の改正の趣旨に沿うものであることなどにつきまして、相続登記や遺産分割を取り扱う司法書士等の専門職者と十分に連携をするということが重要であると認識しております。このような認識も踏まえつつ、積極的な周知広報については努めてまいりたいというふうに考えております。豊田敏郎君。この土地のですね、分散化、ミクロ化はですね、私は国においても国家においてもですね、大きなその財産のですね、利用という面から後退する原因になるというふうに思いますので、これをですね、どう食い止めていくか、今後もですね、もう課題として捉えて、この対応策にはですね、新たなまた規制というものもですね、構築していく必要があるというふうに考えておりますので、引き続き議論をしていきたいというふうに思います。法案が多いもので、民法の改正についてお尋ねをいたします。臨時使用権についてお尋ねします。境界を明らかにするためにはですね、土地の所有者が臨時に立ち入る必要がある場合がございます。民法にですね、明文の規定がないために対応に苦慮しているとの声が境界の専門家である土地科学調査士から多く聞かれます。このような観点から、臨時使用権の規律について、どのような改正をすることとしているのか、その概要についてご説明をいただきたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。まず現行法でございますが、土地の所有者は境界またはその付近において、障壁または建物を築造し、または修繕するために必要な範囲内で他人の所有する臨地の使用を請求することができるとされております。この点、ご指摘のとおりですね、境界表の調査、または境界を確定するための測量の目的で、臨地を使用する場合など、障壁、建物の築造、修繕以外の目的で臨地を使用することができるかどうかは、規定上不明確でありまして、このために土地の適切な利用等が阻害されているという指摘がございます。そこで改正案におきましては、境界表の調査、または境界に関する測量を含め、類型的に臨地を使用する必要性が高いと考えられる目的を列挙し、臨地使用が認められる目的を拡充し、また臨地を使用する権利の明確化を図ることとしているところでございます。豊田敏郎君。この明確化することはですね、大きな前進だというふうに思います。臨地を使用としてもですね、臨地所有者がですね、所在不明である場合、この対応には大変苦慮するところとなります。臨地所有者がですね、所在不明である場合について、今回のこの改正はどのように対応しているのか、この件についてもご説明をしていただきたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。先ほども申し上げましたが、現行民法の条文によりますと、臨地の使用を請求することができるという条文になっておりまして、そのことの意味につきましては解釈上争いがございます。例えば臨地の所有者の所在が不明でその承諾が得られない場合に臨地を使用することができるか否かが必ずしも明らかでないという指摘がございます。
改正法案におきましては、一定の場合には土地の所有者は林地を使用することができる旨を明記し、林地の所有者等の承諾がなくとも林地の使用権を有することを明らかにした上で、林地の所有者等の利益保護のため使用の目的等についての事前の通知義務を課しております。その上で林地使用権は基本的に一定の目的のために一時的に林地を使用するに過ぎないことから、林地の所有者等の所在が不明であるなど事前通知をすることが困難である場合には、使用の開始後に遅滞なく通知することで足りることとしております。したがいまして、改正法案が成立した場合には、土地の所有者は林地所有者の所在が判明しない場合には事前の通知をしなくても必要な範囲内で林地を使用することができることになります。なお土地の所有者は林地の使用開始後、林地所有者の所在が判明したときには遅滞なく事後の通知をする必要がございます。豊田敏郎君。ちょっと再質問なんですけれども、林地の所有者が判明していない場合にはですね、いわゆる立ち入りした後にですね、通知をするとすれば足りるというんですけど、分からないわけですから、これどのような形で通知をすればいいのか、その辺お聞きしたいというふうに思います。小出民事局長。これ立ち入る際に、林地の所有者等の所在が不明である場合には事前の通知はする必要はございません。で、仮に立ち入って林地を使用した後に所有者の所在が明らかになった所有者に対して事後的に通知する必要があるということでございます。豊田敏郎君。土地の所有者はですね、どのような調査をすれば林地の所有者が所在不明であり、あらかじめ通知をすることは必要ないとですね、この判断するわけですよね。これどういうケースを想定しているのかお聞きしたいというふうに思います。どのような状況で判断ができるのかと、そのことについて、はい、小出民事局長。どのような場合に事前通知が困難であると言えるかにつきましては、個別の事案に応じて判断されることになりますが、基本的には現地の調査に加えまして、土地所有者が林地の不動産登記簿や住民票といった公的な記録を確認するなど合理的な方法によって調査をしても林地の所有者の所在が不明である場合にはこの要件を満たすことになると考えられます。豊田敏郎君。はい、分かりました。これ項目が多いもんで、ライフラインについて質問をしたいというふうに思います。民法には各種ライフラインのですね、設備設置に関する明文の規定がないために、土地所有者がですね、他の土地に導管等の設備を設置することを希望する場合にですね、他の土地の所有者や使用者がですね、承諾料として法外な要求、いわゆるハンコ代をですね、要求するようなケースが多々ございます。土地の利用がですね、損害されていると指摘されます。今回の改正案ではですね、この問題についてはどのような対応をするのか、ご見解を伺いたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。現行法の下では、解釈上他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ、各種ラインをライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引き込みのための設備を設置する等する権利があると、解釈上考えられてはおります。もっともこの点については明文の規定がないため、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じないときや、他の土地等の所有者が所在等不明であり承諾を得ることができないときには、実際上導管等の設置をすることが困難であると指摘がございます。また権利を行使する際の事前の通知の要否や他の土地の使用に伴う賞金の支払い義務の有無といったルールが明確ではないために、
円滑に移動管等の設置等を行うことが困難になっているとの指摘もございます。そこで改正法案ではこれまでの解釈を踏まえつつ、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者につきましては、他の土地等にその引き込みのための設備の設置等をする権利があることを明記することとし、合わせて他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や賞金などの規律を整備しているところでございます。これによりまして、他の土地等の所有者が不当に高額な承諾料を求めるような事態が抑止されることになるものと期待しているところでございまして、法務省といたしましても、このような改正法の趣旨について適切に周知に努めてまいりたいと考えております。豊田敏郎君。分かりました。このライフラインの設備の問題でございますけれども、これ実は私の地元なんですけれども、私は千葉県の八千代市というところで市長を務めておりまして、市営水道で、水道のですね、運営をいたしておりました。市のですね、水道事業給水条例という、条例を作りまして、この水道のですね、事業を行っておりますけど、この導管の設置の際にですね、この条例ではですね、これ、私どもの市の条例なんですけども、給水装置工事の施工ということで、第7条の3項でですね、給水装置工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるという、こういう条例を制定しておりまして、この条例を補完するためにですね、八千代市水道事業給水条例施工規則という規則を作りまして、この6条の中でですね、同意書等の提出、先ほどの3項、7条3項の同意書の提出を求めることができるという本文の、その同意等の提出はどういう扱いかということになりますと、他人の家屋または土地内に給水装置を設置しようとする場合は、当該家屋または土地の所有者の同意を称する書面、他人の給水装置から分離してしようとする場合、当該給水装置の所有者の同意を称する書面と、全2行ですね、今の2つに規定する書面を提出することができない場合は、給水装置工事の申し込み者の誓約書をつけろと、こんな規定で実は運用しておりました。今回のですね、この所有者不明土地に関するいわゆる送林関係の見直しなんですけども、このこれは実は私の町の自治体だけではなくですね、調べたところ全国でもですね、同じような条例を作って運用しているということでございます。この条例にですね、今回の改正がどのような影響を及ぼすのか、見解をお聞きしたいというふうに思います。小出民事局長。お答えいたします。委員から今ご紹介いただきましたように、地方公共団体の中には他の土地を使用しなければ給水管を埋設することができない土地の所有者からの、給水申請を受けた場合に、手続き的な要件として、申請者に他の土地の所有者の承諾書の写しの提出を求める取り扱いを行っている地方公共団体もあるものと承知しております。地方公共団体の運用や条例をどのように定めるかにつきましては、各地方公共団体の判断に委ねられるものでございますが、今回の改正法案が成立し、土地の所有者にライフラインの設備を設置する権利が明記されることとなった場合には、地方公共団体において従前と同様に
他の土地の所有者が所在不明である場合も含めて一律にその所有者の承諾書の写しの提出を求める取り扱いをするということは、民法上所有者の承諾を要しない場合にまで、その資料の提供を求めるものとして、これを正当化することが難しくなるものと考えられます。いずれにいたしましても改正案は国民にとって身近な事項についてのルールを定めるものでありその趣旨及び内容についてはライフラインの整備を行う事業者や地方公共団体も含めて幅広く周知することが重要であると認識しております。法務省といたしましては改正法案が成立した場合には効果的な周知活動を行うなど適切な施行がされるように努めてまいりたいと考えております。豊田敏郎君、時間がまいりましたので質問はこれで終わりにいたしますけれども、今回提出法案ではですね、相続土地、国庫帰属法もこれも新たな法律でございますしまた時間を見てですねご質問をしたいというふうに思います。民法については以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。前山雄一君。